来ました。まあ次の日です。はい、まあヒラメは釣れなかったですけど、アダクが釣ってくれた。これ細すぎやろマジで。ひどか、これ旗の最高記録アジと一緒ぐらい、一緒ぐらいの。これはちょっとね、お腹の中どうなってるんですかね、これ。いや、マジでこれ内臓入ってないんじゃないかっていうぐらいね。正直みんなこう、初めて見るレベルの細さよね。ね、ちょっとしたシシャモみたいな。ね。で、これ、泳がせに使ってた、余ったやつの味ね。これを使って、はい。何を作るんですか？味ハンバーグの、の、ハンバーガー。おー、ハンバーグハンバーガー。ハンバーグハンバーガー。魚のハンバーグハンバーガーを作りたいと思います。はい、いつもフィッシュバーガーって言って、フライで揚げたのを挟んで食べてますけどね。今回はハンバーグ状にして食べるということです、ね。の照り焼きバーガーみたいな。の照り焼きバーガーね。ハンバーグハンバーガーの照り焼きバーガー。照り焼きバーガー。なんか作りながら試行錯誤してみますか。じゃあ魚をさばきたいところです。はい、我こそはさばきたいという方。さばくこれ。パトさばいてみる。これさばいてみる。やってみる。パタくんいけるかい？多分いけると思うんですけど、ただ超寝起きの寝巻きの。じゃあちょっと鱗を落としていきます。はい。おいよっしゃ。じゃあ僕は、はい、その間にアジを適当にやっていきます。はい。まあ今日はね、ヒラメなかったですけどね。ちょっとヒラメね、リベンジ、あそこ絶対本当にまた、そのことをちょっと帰ってきてヨーロイさんに言ったら、もう速攻で行こう行こうって言ってたね。あ、そうそう、で、あ、これ動画になってるのかな、あの一緒に行ってたあの市役所職員の人がヒラメかけたんですよね。そうなんだよね、あれは惜しかった、本当に。そうそうそう。さあ、早速、お願い、三枚に下ろしていきます。お願いします。結構やってるはやってんだけどね。あ、内臓入ってた。うん、胃袋の中とかは絶対入ってないだろうね。絶対空っぽだと思う。いやなん長い長いね、空っぽだねこれ絶対ね。本当だな。じゃあしたら、はい、下ろしていこうかね、3杯に。でなんかこの前フィッシング場で視聴者さんに、おかげさまで魚がさばけるようになりましたって言われて。マジか。よいしょ。いいんじゃないですか。ほら、ほらひどいよこれ。身薄っ。身とかあんなこれ。顔を引く。いけてるけど、おお早っ。いけ、いけ、早っ。いいよ。オッケー。オッケーじゃないこれ。よっしゃ、完璧や。ちょっと残ってるけど完璧や。あとちょっとそのフードプロセッサーにかけるから、ぶつ切りに。そうね、ぶつ切りでいいよね。うん、もうぶつ切りで。はい、シーバス自体そんなにね、ぶっちゃけ味ないから、味ないですよね、ほんとに。はい、シーバス、オッケー。このね、バットに入れるとね、なんかぽくなる。よし、じゃあ味、はい、鱗落ちまりました。はいはい。あー、細かいな、作業が。ちょこっと残っちゃった。いいね。大丈夫。食べるのは肝だし。おいし。なんか味って手でビーンって剥いてる人見たことあるけどな。ああ、俺もなんか見たことある。あるよね。あるある。あれいけるんじゃないですか。別にこんなこじゃれて包丁でしなくても多分。味するたんびねユッキーが言ってると思う。ユッキーがしてるのは見たことない。ないですよね。ないですよね。不思議とね。そういうところありますよね。強がなな不思議な一つですね。いきますよ。見たことない。教えていただいてもいいんですけどもね。あ、無理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 。いや無理だ、やっぱユッキーしかわかんない。さあ味のみも、はい、終わった。まあ結構な量になるね。でこれでフードプロセッサーにかけながら、ネギと大葉を混ぜ込む。そうですね。え、もう全部いけるんじゃないそれ。一気に入れちゃいます。うん、いけると思うけどな。じゃあ、シーバスと味の、いきますよ。はい、いきます。おー、すげえすげえすげえ、素晴らしい。運命の力。うお、早っ。やっば。ほら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 、おい、すげえ。ほら、ミンチじゃん。うわー、すげえ。ミンチじゃん。そし
すっげえふわふわちょっと入れちゃっていい？はい、いきまーす。ネギ、じゃあとあと大葉ですか？大葉ですね。和風ハンバーグですね。これ塩コショウ入れすぎるっていうけど、ちょっと胸さんストップって言ってください。皆さん、いきますよ。はいよ、どうぞどうぞ。あーあーあー、すげえ入ってますよ。もちもち。あー、オッケーです。オッケー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 ってオッケーって。はい、大葉完了。ドーン。はい、さあ、いつもの。あー、いい匂いだな、やっぱ醤油だれ。醤油ストップって言ってくださいよ。はいはい、いきますよ。はい、せーの、よっこいしょ。いや、でもこの子もうまそうだもん。なめろうやもんだって。はい、オッケーオッケー、よし、完成。さあ、じゃあ今日はシーバス味のなめろうでした。うぃうぃち。でも、ネオさんは照り焼きソースを、照り焼きソースを、はい、よろしくお願いします。ベースはこちらでございます。お気づけのタレに火を入れます。はい、と、はい、みりん、みりん、これもちょっと増やします。はい、お砂糖プラスで砂糖。はい。あれ、これどうするんだ。これ船尾さん使い方が分からない。船尾さん、船尾さん、船尾さん。船尾さん。シャキーン。トマト。はい。モスバーガーだぞ。モスバーガーとレタス。あ、そう、レタス。オッケー、魚バーガーを焼いていきましょう。焼いていきますか。よし、はい、オリーブオイルでいきます。しゃい、モテる男のオリーブオイル。モテるけどな。どれぐらいの大きさかな。量があれっすね。もうこう、なんかこうするのか、うん。触んないとダメなんかやっぱ。いや、そうだ。ちょっと待ってください。じゃあ僕しますよ。水濡らすでしょ、こうやってペペッペペ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 。せーの、はい、おいしそう。おお、あー、いいっす ね、 全然崩れないですね、うん、この調子で、はい、バンバン焼いていきます。はい、はい、じゃあハンバーグ、はい、おお、いしそう。おいしょ、おー、いいですね。そしたら、そうですね、これ焼けたら食べていきましょう。食べていきましょう。はい、さあ完成しました。あー、もうなんかね、おしゃれ、この上ないぐらいおしゃれ、うん、まずバンズの、うん、バンズの下を下、あ、はい、下、下、はい、下。これ、テリマヨにしようかなと思って。マヨネーズ、いりますね。ちょっとマヨネーズ引こうかな。ブリ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 、これマヨネーズ大好きだから、いっぱい。ほいで、次は野菜か、野菜か、レタス、このレタス、レタス、トマトあたりを、よいしょ、よいしょ、なんか違うな。で、次、このハンバーグ、ハンバーグドバッと置いていいですよ、一回。よいしょ、あらららららあらららららら、はい、オッケー、オッケー、これはそのまま、おいしょ、ダーン、ダーン、かけます。少し、あ、ちょっとかけちゃった。いきますよ、いきますよ。あらー、ストップって言わないと。あ、ストップで、ストップって言わないと、これ止まんないですよ。ストップで。そんなにやつを、よいしょ、うわー、よいしょ、完成です。いいっすね。よし、お会長です。おお、主に、主にマヨ、マヨ、マヨネーズが伸びた。じゃあ、いただきます。何やったっけ、この名前は、名前何やったっけ、魚、ハンバーグ、ハンバーガー、照り焼きバー。いただきます。はい、いただきます。うん、うん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 、おいしい、うまい。意外といけるな。いや、意外とじゃないですよ。店頭に並びまして、お、あの、このハンバーグの食感ですね、はい、かまぼこチックじゃない。あー、うんうん、練り物、練り物だ、これかまぼこチックじゃない。かまぼこバーガーだ。
ハンバーグ、ハンバーガー、かまぼこバーガー、テレビバーガー、うん、今回のかまぼこバーガー、かまぼこバーガー、次回はヒラメバーガーにしてこんなことね、ちょっとヒラメつってね、リベンジしたいね、うんうん、またリベンジしましょう、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。